いいなおゆは、江戸時代中期の大名、大見国彦根藩十二代藩主、江戸幕府の大老、忌み川はじめ直秀、で、後に直行。ゆき、十四年七月二十一日、いいなの次男として生まれる。彦根藩第八代藩主であった父、直おが亡くなった時は、まだ五歳と幼少であったため、家督は、叔父の直貞に譲られた。貞に着ができず、行の兄、 自家がその養子となったが、法歴4年に自家が救世し、幕名により、直貞が再び藩主となった。幕府は、い,い家の血筋を重視して竹からの養子を許さなかったため、直秀は、直貞の養子となり、法歴5年に直貞の再隠居に伴い、晴れて藩主となった。法歴9年12月12日、将軍、徳川家重の右大臣天人に伴い、 道の区合図藩主、松平方信と共に、朝廷への使者を命じられる。なお、この人選は幕閣に交錯し、上の前橋藩主、松平朝則への内定を覆して実現した、ものであった。幕府内での序列筆頭にして、幕府大老の家と、審判の筆頭閣の一角である、合図藩、そして、審判にして、将軍家の兄の家である、 越前松平氏一門の朝のりを考慮した上での工作であったと推測される。しかし、法暦十年二月、養父直貞の病気を理由に死者を辞退、同じため詰めの大名、佐抜高松藩主の松平より安と交代する。同年四月二十五日、朝廷への死者の務めを終えた松平方信は、左少々に任官、直行は、 官職で序列を追い越されて、焦りを抱くようになる。同年9月6日、徳川栄春の将軍宣言に伴い、朝廷への使者を命じられる。その結果、同年12月6日、左少将に任官し、松平方信と同格となる。同年、直秀から直行に改名した。直行は、 さらなる官位の上昇を目論む。法暦13年9月6日、徳川家元の参謀者へのお宮参りに際し、E いレでもてなし、翌日、14以上に昇進する。明和2年、徳川家康の150回期に際し、日光東将軍へ、将軍の名代として参詣する。その際、幕府へ、官位の昇進を願うものの、却下される。ただし、同年月日、 翌年の家元の元服に際しての果敢役を命じられて、左中将に任官する。なお、同日、松平方信は、理髪役を命じられて、同じく左中将に任官している。安永7年2月23日、50歳に達したことや、それまでの功績を考慮されて、正4以上に昇進する。天命4年11月28日には大老に任命された。 大老在任中は、実施の時期富が反省をとっていた。天明の大基金においても、直行の計らいで、寮内各所に世錠状が設けられて、藩の蔵から米が配られ、彦根藩では一人の合死者も出さなかったと言われている。幕政では、田沼沖継ぐと共に失勢していたが、沖継ぐに賄賂を積んで大老の座を手に入れたという噂もあった。天明六年に、将軍、 家春が死去すると、若年寄りで同族のいいなほあきや大奥と共謀して、次の権力の座を狙ったが清掃に敗れ、天明七年に大老職を辞する。文芸にも造形が深く、絵画や書を残している。完成元年2月26日に死去した。去年61。世田谷の豪徳寺に葬られた。あと六男の忠だ中が継いだ。ありがとうございます。